ポニョの宗介や風立沼の二郎の声優を使うとは思えないんですよ。あの、堀越二郎の声優、安野秀明ですよ。<laughs> あれをもう一回自分の自伝的作品の主人公の声優を使うとはどうも思,わ思えないんで。これですね。君たちはどう生きるかですよ。12月13日に突然ジブリがですね、新情報を出したんですね。このポスター。出して7月14日公開と。 ということをです、ね、発表し,ました僕はですね、11月16日のですね、ゼミで、こうなんじゃないかなって話をしてます。それをちょっと復習すると、 東京 FM のです、ね「鈴木敏夫のジブリ汗まみれでです、ね」で、えー、主題歌ができたというふうに鈴木さんが報告してますであと、えー、その時その7月11月16日の前に来たタレコミで,です、ね、ジブリは君たちはどう,いちがどう生きるのかに続いてもう一本長編アニメの企画を進めているとで監督は分かんないんだけども宮崎駿と鈴木敏夫が共同プロデューサーをやっていると。 で、これを僕はですね、あその場合、宮崎駿と鈴木敏夫が共同プロデューサーをやるんだったら、監督は庵野秀明で、庵野秀明が新ナウシカを作るんじゃないのか、だから、庵、えー、野秀明のですね、新仮面ライダーの次のプロジェクトというのはまだ発表されてないんじゃないのかという話をしてました。これが11月16日に話した僕の、えー、考えですね。 新情報がいろいろ出てきて、まあ、これもネットニュースになっていますまずです、ね、12月1日木村拓哉さんのです、ね、インスタですえ台本みたいなのがあってです、ね、モザイクがかかっていますでここに文章おはようございます今日は久しぶりにお会いする監督のもととある作業へと向かいますまた現場で会えると思っていなかったのでめちゃくちゃ嬉しいですいよし行ったり行ってりますと書いてあるんですね で、その次のインスタでもですね、はぁ、あ、久々の都内郊外のスタジオ。最初は緊張したな。でも、出迎えてくれた監督の笑顔のおかげですぐに自分から溶け込むことができ、できた気がします。作業に向き合ってくれたスタッフの皆さんお疲れ様でした。参加できて光栄です。ありがとうございました。って書いてるんですね。で、都内郊外のスタジオって、それはもうなんかこう、武蔵境にあるスタジオジブリしかねえじゃねえかというふうに僕なんか思ったんですけども、 でさらにかぶせるようにですねこの次の日のスタジオジブリのです、ね、公式ツイッターがですねハウル出してありがとうなんですよでその前後の日付のやつと全く流れが変わってるんですねなのでああこれはもう両者にわせだなとまだ公式に発表してダメなんだけども木村拓哉さんは一応なんかねえー、っと ある現場に行って作業って言ってるんですね。つまり、なんかその、出演っていう言葉を使わないのは、やっぱあの人の中で声優っていうのは俳優とはちょっと違うので、作業。で、それも打ち合わせだったんじゃないのかなというふうに思います、えー。で、これがありがとうって、なんか匂わせてるなという気がするんですけども、ここからはまあ僕のまあ独自推理なんですけども、 まずね、鈴木敏夫さんは以前から宮崎駿の新作、君たちはどう生きるかをですね、えー、宮崎駿の自伝的な作品って言ってるんですね。自伝的。つまり、主人公は若き頃の宮崎駿だということを、まあまあまあ、まあ、そんなことを言ってるんですよ。で、宮崎アニメの登場人物って、まあそんなこと言わなくても、大なり小なりみんな宮崎駿なんですけども、しかしその中でもですね、宮崎駿の分身と呼べるようなのは、 えー、作品3つだけです「ハウルの動く城のハウル」で風あの「崖の上のポニョのソウスケ」の宗介風立ちぬ」の堀越二郎この3人は宮崎駿の分身と僕は思ってますでですね分身といってもですね「ポニョ」の宗介や「風立ちぬ」の二郎の声優を使うとは思えないんですよ。 あの、<laughs> 堀越二郎の声優、安野秀明ですよ。<laughs> あれをもう一回自分の自伝的作品の主人公の声優に使うとはどうも思えないんで、木村拓哉さんを主演俳優、声優にするというのは十分にあり得るなというふうに僕は思います。じゃあ、どんな話なのかっていうと、あの、僕はですね、まあ先月からですね、ナウシカは安野秀明に譲る。 あの渡されて、で、新ナウシカになるっていうふうに、まあ説を採用してるんですけども。ただ、その前にナウシカに繋がる話を。引退作、宮崎駿の引退作でやるんじゃないのか、で、それが。その君たちはどう生きるんじゃないのかというふうに考えているんですね。で、鈴木さんの説明がですね。で、自伝的な作品だっていうと同時にですね。ファンタジーだと、ファンタジー対策だというふうに言ってるんですよ。で、これは矛盾してますよね。で。で。 しょうがないから今回ですね、これらすべてがついつまが合う説明を考えたんですけども、君たちはどう生きるかというのは、えー、実は宮崎駿が書くですね、異世界転生ものっていうふうにですね、考えてます。異世界転生もののアレンジかな。で、いきなり言われてもこれね、ポカーンだと思うのでですね、順に説明します。 まずですね、1989年にですね、公開されたニモというアニメ映画があります。えっ、ー、とね、原作はウィンザー・マッケイというですね、新聞漫画を書いている人の、夢の国のリトル・ニモっていう漫画があるんですけど、これをやるためにですね、当時スター・ウォーズのプロデューサーだったゲリー・カーツがですね、日本にアニメスタジオを作ってまで、 制作しようとしたんですね。で、テレコムというアニメスタジオがそのために、ニモのために作られて、ニモ開始までの練習作としてですね、カリオストロの城とジャリンコチエという日本の劇場映画まで作ってたんです。で、その時のそれぞれの監督の宮崎駿、高畑勲は、ニモの監督になる 候補の人た,ちだったんです、ね、それぐらいですねえー、ニモというのは宮崎駿高畑勲にとっては割と何年もかけてですねそれも海外の出身の作品で生涯祭壇作品になるだろうと思ったやつなんですけどもえー、ニモはですね夢の中で冒険してで起きたらまあ現実に戻るというですね もう、これって何かと,いうと風立ちぬの冒頭と同じなんですね。風立ちぬの冒頭って次郎少年が夢を見て起きたら、えー、自分は相変わらず眼鏡をかけて目が悪い存在でっていうのって「あの夢の国のリトルニウム」の中で繰り返し繰り返し出てくるモチーフなんですけども。 えー、実はですねそのさっきも話した通り宮崎駿はこのニモに参加していて膨大なイメージボード書いたんですよ。でこの膨大なイメージを後でニモの企画がポシャッと見たフランスのメビウスが驚愕したと。 日本にはどんなすごい才能があるんだと言って、わざわざ宮崎駿に連絡取って、それで二人はま友達になったというエピソードがあるんですけども、ただこのにもポシャッタと言ったのは、プロデューサーとの折り合いが悪くてですね、監督予定だった宮崎駿も高畑勲もですね、次々と降板してですね、で、膨大な予算も、 もう山のように描いたパあのイメージボードもパイロットフィルムも全部無駄になっちゃったんですよ。で一から作り直した映画がなんとかまあ公開されてその公開された映画というのはまだ今見ることができるんですけども、まあ、こういう状況なんですけど宮崎駿ってこういう経験を無駄にしないというかですね一回湧き出てきた自分のイメージって必ず使うんですね。 例えばその東映をやめてまで作ろうとしたテレビシリーズ「長靴下のピッピ」っていうのは「パンダコパンダ」とかですね「隣のトトロ」としてリメイクするんですよ。で昔ですねそのアシュラー・ケール・グインのです、ね「ゲド戦記」をやろうとした時にはですねこのイメージは後にナウシカもののけ姫としてちゃんとリメイクしてるんですね。でやり残した作品ってこの「夢の国のリトルニモ」だと。 だだだけけと思うんだけどもこれをね、ね。風立ちの冒頭シーンだけでで終わらせるはずがないんです、ね、まあ、これ本当に僕の推理なんですけども自伝的な作品になるっていうのは太平洋戦争が始まる年に生まれた少年宮崎駿の見た夢の話が半分じゃないのかで空想したことや白昼夢とかそれと当時の実際の事件未来の事件が絡むようなストーリーじゃないのかなと。 単なる空想の世界あのウィンザー・マッケンの書いた「リトルニモの中で夢の世界が見えて現実に戻るって話じゃなくてですねもう一つの裏の世界を描くとその世界裏の世界での出来事が現実の世界に影響を与え現実の出来事が裏の世界に影響を与えるというある種の異世界転生ものじゃないかと思います。でこれねスティーブン・キングが書いた「タリスマン」という小説があるんですけどピーター・ストラウベとの強調なんですけども。 あのストレンジャのえー、キングのタリスマではですね主人公の少年はアメリカの東海岸にいてその東海岸の病院で母親が癌で死にかけてるんですよね。で助けるにはですねもう一つの世界にあるタリスマを取ってこいって黒人に言われるんですけども母親はそのもう一つの世界にもいてその世界では女王でやっぱりですね死にかけてるんですよ。 で、あっちの世界とこっちの世界が関係してて主人公はですねそのこっちの世界の東海岸から旅を始めて両方の世界を行き生きしつつですねロサンゼルスの方を向かっていくって話なんですけどもこれなんじゃないのかなとつまり夢と現実の世界を行き来する宮崎駿少年と で夢の世界はナウシカとか戦国魔女っていう宮崎駿が作り出した世界で,で少年はですね大学を卒業見た夢をアニメ化するアニメーターという仕事になるんですけどもこの夢が徐々に徐々に現実を変えてしまうとそれがそのこれじゃないのかなとこれでどうもアオサギらしいんですけどもこうじゃないのって僕思うんですね。 17世紀のこのペストのマスクを連想したんですけどもこれってこういうことじゃないのかなというふうに思うんですけども、えー、なんでかっていうとですねあの12月1日に木村拓哉のインスタグラムで12月2日にハウルにありがとうこれジブリ公式でその2日前ですね えー、11月30日のジブリ公式ツイートがこれなんですよ。これもね全く意味がない謎の写真2枚並べてるんですけどもナウシカとオマなので、えー、僕はこう思ったんですよ。つまり「君たちはどう生きるのか」っていうのはマスクをしないと生きていけない世界になるまで。 ナウシカって、マスクしないと生きていけない世界じゃないですかそこになるまでの話でその世界がどう生まれたかを書いたのがオン・ユアマークで少年宮崎駿が書いた空想の世界が徐々に現実になりつつあると新海誠がです、ね、東日本大震災を書くならば宮崎駿が書くのはです、ね、コロナとウクライナ戦争の世界じゃないのかと。 でハウルのですね、えー、動く城に出てきた未来のソフィーが過去のハウルに影響を与えるイメージを与えるというのは風立ちぬでですね過去にも あのいないはずのカプローニ伯爵が次郎少年にですね。影響を与えるって話になります、ね。このモチーフの繰り返しじゃないのかなという,う思うんですよ。つまり、アニメーターの宮崎駿映画監督の宮崎駿が想像する世界が過去の宮崎少年に伝わって、現実の世界にまで影響を与えてしまうというですね。タリスマンばりの巨大ファンタジーであれば。 自伝的要素でありながらもファンタジーででこれも出せるんじゃないのかなとええー、まあここまでも本当に僕の妄想ですよあの今まで出た材料だけで僕、えー、僕なりに、えー、君たちはどう生きるのかっていうのを考えてみましたありがとうございます